皆様、クイズはお楽しみいただけましたでしょうか。さて、ここからは研究者による特別コーナー講座をお届けします。このコーナーでは農研機構の研究成果を研究担当者からできるだけ分かりやすくご紹介します。 MC の私からも視聴者目線で質問をしますが、皆様からもコメントや質問がありましたらコメント欄へ書き込んでください。それでは一つ目の農業用ドローンは AI と一緒にどんな夢を見るかを始めます。講演者は農業環境研究部門の石塚直樹さんです。石塚さん、お願いします。はい、どうもご紹介ありがとうございます。こんにちは、農研機構農業環境研究部門の石塚直樹と申します。よろしくお願いします。今日はですね、農業用ドローンは AI と一緒にどんな夢を見るかっていう、こう分かる人には分かるかなっていう、ちょっとこう題名で、今日は話させていただきます。前半はですね、農業用ドローンの、と AI を組み合わせた研究の事例とかを紹介します。で、後半最後ですけども、ちょっと私の個人的な妄想たっぷりのこう夢についてちょっとお話をさせていただきたいと思います。皆さんどうかいろいろついてきてください。弾幕もよろしくお願いします。さて、農業用ドローンといっても今いろいろな使い方してます。いろんな機械があります。で、それをですね、大きく分けると大体3つぐらいに分けることができます。で、最初はですね、農薬をまいたりとかですね、肥料とか種とかをまく、いわゆる散布作業、まあ、これは手の代わりをさせようということですね。で、次に運搬、これはですね、まあ、要は足とかですね、車輪とかそういったものの代わりをさせようという使い方ですね。で、最後には作物をですね、この観測や観察、あとはですね、計測モニタリングをする、これ専門用語でリモートセンシング、リモートってまあ離れて、リモコンのリモートですね。で、センシング、センサー、感じるとかそういう意味ですけども、で、これリモートセンシングっていうんですけども、要はまあ目の代わりをさせましょうということです。なるほど。一口に農業用ドローンといってもいろいろな使われ方をしてるんですね。そうですね、はい。ただこれ今日全部3つ喋っちゃうと時間足りなくなりますんで、この中でも今日はですね、この観測とか計測モニタリング、いわゆるリモートセンシングの話だけします。さて、これは農研機構の試験補助をですね、ドローンで撮影したものです。まあ、今ですとこんな風にドローンでですね、簡単に誰でも映像を撮れるようになっております。で、こちらがですね、いいですか、カメラ切り替えてもらって、はい、こちらが、まあ、いくつもドローンいろいろありますけど、そのうちの一つ持ってきました。まあ、こんな感じのドローンで誰でも撮れるって感じですね。まあ、でもドローン、実際重いのはバッテリーだけなんで、これバッテリー外してしまうとですね、結構軽いんですよ。どうぞ小林さん、ちょっと持ってみてください。あ、結構軽い、もう片手で持てるぐらい、すごく軽いですね。女性でも軽く持てるぐらいのものですね。はい。まあ、こんな機械でですね、みんな誰でも撮れるようになったっていうところが、まあ、ドローンがすごく使われるようになったところになります。さて、じゃあ研究の話に移ります。で、最近農研機構で行われたドローンを使った研究を紹介します。で、これはですね、バンダイナムコさん と北海道にいる研究者が一緒に研究して作った、研究の事例なんですけども、これここに写っている画像ですね、これドローンで撮った、牧草で、ここにはですね、イネ科の牧草とマメ科の牧草というのが混ざって生えているということ状態と言っても、素人にはちょっと区別がつきづらいかなと思います。はい、私も無理です。はい、なんですけど、で、これただプロがちゃんとこう真面目に見ると、どこが豆か稲かって分かってですね、これ色をつけて、豆かだけ色をつけていくとこういう風になるらしいんですね。でもこれ1平方メートルやるのにプロがやっても3時間かかるらしいんですよ。で、大変なんで、ここで AI の出番ってことになりまして、で、 AI にですね、こう豆かが多いところここですよとか、豆かが少ないところですここですよって形で、まあ、教えてあげて学習をさせるわけですね。で、学習して、それで AI、 そのマメ科が多いか少ないかという AI を作ります。で、このマメ科 AI、 その判定する AI を作って、これを画像に適用するとこんな感じでですね、マメ科が多いか少ないかというのを濃淡でこう出すことができるという状況になります。で、まあ、ちょっと解像度荒くなって、こう一定の範囲の中のマメ科が多い少ないという話になっちゃうんですけども、でもさっき3時間かかったのが、これだとたった 2.5 秒で
できてしまうらしいですね、うん、すごく早いですね。そうですよね、すごいですよね、うん、私もそう思います。さてこれ以外にもですね、例えば AI とドローンを使った研究としては、例えばこの AI と、衛星画像とドローン画像を組み合わせようっていうような研究もあります。まあ、衛星画像はあのドローンよりも荒いんですけども、すごく広い範囲を取ることができます。それとですね、ドローンだと細かく見れるんですけど、狭い範囲しか見れないんですね。なんでこの、いいとこと悪いとこをうまくですね、組み合わせ AI で組み合わせてこの画像を保管しようっていう、こういった研究も行われています。はい、AI と一緒になることでなんとなく進化しているのかなっていう感じがしますね。一方で気になるのは、いろいろな研究をしているのは分かったんですけれども、本当にドローンって農業の役に立っているんでしょうか。そうですよね、そこら辺気になりますよね。なんでもうちょっとあの実用に近い、事例を紹介したいと思います。これはちょっと古くて2017年の試験とちょっと古いんですけども、まあ、逆に言うと2017年の頃から農研機構ではこういうそのドローンを使った研究してたということになります。でこれは、小麦の補助をですね、ドローンで画像を撮って、でその画像からですね、生育量を評価します。まあ、生育量を評価するって言っても、まあ、こうちょっと違う時期の動画になりますけども、こちらをご覧ください。でそうするとここら辺まだ緑が多いの分かりますけども、これをですね、画像処理するとこんな感じで、まあ、緑が多い、植物量が多いとこと少ないとこっていうのをこういう形で判定することができます。まあ、いわゆる科学の目を使って小っていう使い方です。でこちら、またこっちに目ですか。はい、実もうちょっと寄ってもらっていいですかね。はい、これ、これドローンにつけているセンサーの一例なんですけど、こういうふうに目が5つあるのが分かるかと思います。こういったこの一つ一つがですね、その違う波長の光を捉えることができて、それで、分析するとあんなことができたりするってことになります。はい、じゃあスライド戻ってください。はい、で先ほどもやったような形でですね、小麦の生育量を評価してですね、でこの結果をもとにですね、要するに小麦の生育悪いところにはたくさん肥料をまきましょうっていう、そういうマップを作ります。でそれをこうビビッとこう伝送してあげてですね、そうすると、スマート農機に入れてあげると。でそうするとスマート農機は走ってるだけで自動的に濃淡に応じてこういう形で肥料をまいてくれるっていうことになります。でこれによって小麦のですね、生育のムラっていうのが小さくすることができたっていうような事例です。で今ではですね、これと同じようなドローンの使い方ですね、こういうサービスっていうのを民間会社さんでもいくつか提供してらっしゃるところがあります。確かにこれだとドローンの画像が実際の農作業に役立っているというイメージができますね。だからこそ民間のサービスが始まるなど利用されてきているんだと思います。はい、そうだと思います。そうだと思うんですけど、ちょっと私たちとしてはもう一歩先の方を考えてもらいたいなと思ってまして、で例えば、ここでですね、この一連の流れですけど、これ作物をでこうドローンが診断してですね、でそれに応じて、まあ、医療になぞらえて処方箋って言って私たちよく言うんですけど、まあ、さっきのどういう処方をしましたか、でそれに対して、まあ、実際に撒くところ治療って形で医療になぞらえてこう検査診断処方箋治療するっていう、こういった一連の流れで置き換えることがあります。でここで考えなくちゃいけないのがですね、さっきの生育のムラっていうのが何で起きたかっていうことになります。で生育が悪いからってそこにこう肥料を撒きゃいいじゃんっていうのはちょっとこう短絡的で、すごくこうなんていうか、ストレートこう一面しか見ていない処方箋になります。で先ほどのこう医療になぞらえるんであれば、熱が出たからじゃあとりあえず解熱剤出しましょうっていう対症療法なんですね。そうじゃなくてですね、やっぱりここでこう考えなくちゃいけないのは、こうなんで生育ムラが生じたか、で生育ムラが生じる原因としてはですね、この土壌とか水とか気象とかですね、咳とか病虫害とかいろいろあります。なのでここら辺が何でかっていうのが分かって、根治治療のための処方箋を書かないと、まあ、ずっと同じように熱は出続けるってことになります。でこの中でもですね、いろいろ要因ありますけども、私たちは土壌について今日はお話ししたいと思います。さてこれはまずはですね、凹凸の被害の話です。これはちょっと特殊な例なんですけども、これドローン熊本地震の後の写真です。で雨の後ですと、こういうふうに水が溜まってしまって、これ水田なんか本当は平らじゃなくちゃいけないんですけど、こういう形でデコボコがあるってこと状態になります。
で例えばこう大豆をまいてですね、このくぼんだところでこう生育が悪いとかそういう被害が出てしまいました。でこれをですねドローンで撮った画像からその解析するとこういう3次元モデルを作ることができます。これ3次元モデル作るとこれでこうどこに水が溜まりやすいかとか補助のどれぐらいのところが水が溜まるかどれぐらいくぼんでるかこういうものが分かります。次はですねその生育の村となる一つの要因として土壌の今度は性質の村ですね、性質の村についてちょっとお話をします。でこれはですね、まあ、何もない時期にですね現地で調査したデータとドローンの空撮画像これをですね AI を使って機械学習という、まあ、回帰モデルを作ります。でこの作った AI のモデルをですね元の画像に適用するとこういう形でですね圃場の中の性質の村というのを可視化することができます。でこれはまあ水の例ですけども、まあ、要するに水分が多い少ないということですけどもドローンの解像度数センチという解像度で推定することができます。これ以外にもですね水以外のものに性質についてもある程度、推定することができます。じゃあこれをどうやって使うかってところですけどもこうやって形でですね夏にまず今来ましたね夏に、画像を撮ります。でこれ大豆ですけど大豆の生育の時期にとってこれを先ほどの科学の目で、処理をするとですねこういった形こういう形になります。で緑色のところが生育が悪いところなんですけどもそうすると圃場の右上とこっちの左上のところですねこの2つのところ今比較的緑が多いところっていうのがあるのが分かるかと思います。はい、はい、でただですなのでただこの2つの生育悪いところなんですけどもこれさっきの土壌の結果とこう比べてみるとですねそれぞれの原因が違うっていうのが分かるんですよ。で先ほどのこれ水のところを出しました。水の絵でいくとこの右上のところに水分が多いってところがありました。そうするとこの圃場の右上のところは水分が多いことによるこれは湿害なんだなってことが分かります。でそうすると、まあ、ここで根治治療として必要なのは排水対策ということになります。じゃあ一方こっち側はどうかなって考えるとですねよいしょごめんなさい、これはですねあの砂の粗い砂っていうのはどれぐらいあるかっていうのを出した図なんですけどもそうするとこれとこれ非常にちょうど分布がマッチしてるなと思います。でそうするとここ砂粗い砂が多いってことでここはですね水持ちが悪いで逆に肥料を上げてもすぐ流れてしまうという意味でそういう部分だということが分かります。なのでそうするとここに対する根治治療としてはですね土壌のいわゆる土壌改良というのが必要になるということになります。なるほど。同じ生育が悪いでも原因が違うということは適した対策つまり処方箋が違うということですね。そうです。あ、さすが小林さん なんとなく分かってきていただいているようでありがとうございます。でやっぱでもここまでちゃんと考えてしっかりやってくれてるサービスってまだまだ少ないですね実は。なのでやっぱりこうドローン使ってもダメじゃん使えないっていうふうに言われちゃうと困るというか私たち寂しいのでぜひ民間のサービスさんとかでもこういったところまでちゃんとこう原因を絞った処方箋にでやってくれるっていうところが増えることを期待しています。他にもですね目としてこう泥を目として使い方としてはまず直接スマート農機の目となる使い方っていうのも期待されています。これ先ほど動画流れましたけどもロボットトラクターとかコンバインとか自動田植え機とかいろいろなものがスマート農機として研究されて開発されています。でもうでこちらにもですねいわゆるいろんなセンサーとか目がくっついてるわけですけどもただいわゆるやっぱ農機についてそこから見てるっていうことはやっぱ近くしか見れないんですね。まあいわば禁止というか、ね、禁止だけなんですね。それに対してドローンだったら、まあ、当たり前のようですけどもこう遠くから鳥の目で見れるわけですからそうすると圃場全体を見ることができます。で先ほど紹介したようにこう凸凹も見れるしさっき農地の中の性質の村とかですねそういったものを見ることができます。なので先ほど の冒頭で紹介した衛星と組み合わせじゃないですけどもやっぱ禁止とです、ね、近いものと遠くのものを組み合わせてそれぞれが補完し合ってっていうそういうこうスマート農業のこうスマート農機の目の補完システム補完計画みたいなそんなのもこうできるんじゃないかなということを期待しています。あれなんかドローン君なんかちょっと目こすってますね。なんか眠いんですかね。
なんかドロー君寝てしまいましたね。そうですね、寝ちゃいましたね、困りましたね。さて、ここからはですね、夢の話です。これは別にね、レーザーで攻撃してるわけじゃなくて、レーザーサーチャー同調って感じのイメージでこう作った絵です。で、なんでこんな絵になるかってところをこれからちょっとお話ししていくところですけども、先ほどの自動運転帯域、これさすがにいいなと私も思います。なんですけど、素晴らしいんですけど、一つだけまだ人間がやらなくちゃいけないことがあるんですね。で、それがですね、実はこの苗の補充なんですね。苗の補充だけはこれまだ田んぼの端っこに人がいてですね、こう補充してあげなくちゃいけないですね。で、そのためだけにわざわざ自動で運転して動くのに機械が止まって人が入れてっていう、ちょっと寂しいところがあるんですね。でもこれ、例えばですね、ドローン君がこう苗を持ってですね、でピューと飛んでって合体してですね、苗を補助してくれたら、こう田植え機止まらずにずっと行けるわけですから、そうすると田植え作業の完全自動化っていうのができるんじゃないかなと思いませんか。いや、それができたら素晴らしいと思うんですけれども、さすがにちょっと石塚さんの妄想じゃないですか。そう、やっぱそう言われちゃいますかね。でもですね、言うほど妄想でもないです。実はドローンポートとかドローンドックって言われる機械がもうすでに世の中に発売されてます。で、これはこう置いとくとですね、まあ基地なんですね、ドローンが勝手に自動で飛んできたとで、こう勝手に充電とかもねしてくれるっていう、そういう機械なんですね。こういったものがもうすでにあります。で、まあもちろんまだこれ止まったものしかできないんですけども、でも世の中もう宇宙では自動でドッキングできる時代なんですから、まあ頑張れば動いてる納期だってドッキングできるんじゃないかなと思うと、こうすれば、こんなこと考えると、まあなんかあまりにもこう荒唐無稽な妄想を言ってるとは言わないかなっていう気がするんですけど、もうここまで来たんで、どんどん私妄想ついでにどんどん話進めてきますけども、で、スマート農業の未来ってことで、ちょっとこうまずこう先ほど説明したドローンポートですけども、ドローンポートからですね、もう自動でドローンはピューッと飛んでってくれてですね、で、まあ、観測も自動でしてくれると。で、電池がなくなってきたらもう自動でピューッと返ってきてですね、もうでそのデータをこうちゃんとクラウドに上げてくれて、で充電もしてくれると。で、それ以外にも衛星のデータとかですね、あと気温のデータ、気象のデータですね、こういったものと、あとは生育のデータとか病虫害ですね、こういったデータももう自動でもうクラウドに上がってくれると。で、そこで AI がですね、まあ、自動で考えて、いわゆる処方箋を考えてくれると。で、それがこう農家にパソコンに自動的に伝送されて、で農家さんはそれを見ながら、もううちにいながらですね、まあ、指令出してこう自動で納期が走ってくれると、まあ、そこまで行ったら素晴らしいなと。ああ、そうですね、なんかすごい未来ですね。まあ、でもね、私がこう思い描いてる未来って実はさらにもっと先なんですよ。ここまでだったら今ある作業を単に自動にしただけなんですよ。でこれがですね、夜考えたら、夜も人間は寝ちゃうんですけど、まあ、機械なんだから寝なくても大丈夫なんですよ。そういう意味では夜になっても、夜人間が寝てる間にもうそれでもドローンはですね、自動でピューッと飛んでってもらって、で観測も自動でして、でもちろん戻ってきて、でデータももうクラウドに上げてくれると。でもうクラウド上に AI がですね、勝手にもう答えを出してくれて、で人間寝てますから、勝手にここからですね、もう農業機械にもう指令を出してくれて、でこれで農業機械も勝手に動くと。もうここまでいったらですね、もう人間寝てられる作業できるってことで、まあもう本当もう2倍って世界になるんじゃないかというふうに思ってますね。もうでそれするとこう、例えばもうですね、こんな映画のようなですね世界になるんじゃないかなってことをこう考えてるわけですよ。でこれはもう画像生成 AI で作った図なんですけども、でそうすると例えばさっきのこんな絵も出しましたけど、これ稲の補充のドッキングもこうレーザーサーチャー同調って感じでこういけるとかですね、まあ、あとはさっき川ひばり以外もレーザーでって言ってましたけど、もしかしたらそんなことできるかもしれないです。あとはこういう多脚ものもあるとちょっと幸せですよねっていう、まあ、ちょっと呆れてません、大丈夫ですか妄想止まんないですよね。大丈夫です、続けてください。はい、ありがとうございますあれ、ドローン君何か言ってるみたいですね。何ですかね。これじゃ僕の寝る時間がなくて夢が見れないよ
そうですね、なんか夢のドロンクに夢見てもらう話したんですけど、ちょっとドロンクに寝ないで働いてっていう話で、ちょっと夢見る暇がないっていう、まあそういう お話でした。もうお後はよろしいようで。いつかさん、ありがとうございます。それでは視聴者の皆さんのコメントや質問をご紹介したいと思います。ちょっと質問どうですかね。ちょっと、あ、そうですね、ドローンについてすごくいっぱい質問やコメントが来てますが、まずドローンについてバッテリーの進化が重要なんでしょうか。そうですね、まあもうそもそもこの今のリポが出てきた時点でかなりバッテリーは進化したんですけども、うん、まだまだやっぱり電動で動く以上やっぱりもうちょっと進化してほしいところはあります。あとはですね、あの農業用ドローンとしてはもうバッテリーだけだとやっぱ厳しいので、もう線をつないだまんまっていう、そういうような、研究もなされています。あ、なるほど。あと続いていきます。アンビリカルケーブルをつけとくって感じですね。あ、もうケーブルをつけてもうバッテリーの心配もなくって。あと衛星だと天気の影響も受けやすいのではということなんですが。おっしゃる通りです。衛星は残念ながらあの雲があると見れないという難点があります。それに対してドローンは雲の下でももちろん撮って画像が撮れるという点もあります。あとは衛星の中でもですね、あの雲透過するいわゆるレントゲンじゃないですけども、そういうマイクロ波を使って地上を観測する、そういう衛星もあります。目的によって衛星を使い分けたりとか。そうですね、それもありますし、はい、先ほど言ったようにこういろんな組み合わせですね、うん、だから近いとこと遠いとこと本当に遠い衛星っていうのを組み合わせて、さらにそういう光じゃないものも組み合わせていろいろ診断していく、そんなのができるといいなと思ってます。ああ、もう夢が広がりますね。そうですね、やっぱはい、あと、そうですね、その治療と原因の推定にも AIを組み込めますかねっていうことなんですが。そうですね、はい、基本的にはそういうところに先にあの将来的にはやっていこうと思ってますけども、はい、やっぱり AI 作るためにはやっぱりあの最初にバンダイナムコさんの例で示したように答えを教えてあげるっていうのが必要なんですね、はい、なのでその答えをすごくたくさん用意しないと AI って作れないんですよ。なのでそこの部分がそのデータをどうやって集めていくか、どうやって取っていくかっていうところがあのこれから先その AI を作るためには重要なところになってきます。 ありがとうございます。ちょっとまだまだいろいろあるんですが、お時間になりますので、これで石塚さんの発表終わります。ありがとうございます、はい、どうもありがとうございました。では次に、データと AI で日本の農家を応援しますというテーマで農業情報研究センターの鶴さんにお話しいただきます。スマート農業という言葉を聞いたことがあるという方も多いかと思います。次のお話では、スマート農業を進めるために大切なデータや AI をもっと活用するための仕組みについてご紹介します。農研機構の中でもいくつかの研究所が関わっていて、いろいろと成果が出てきていますので、楽しみに聞いてください。では鶴さん、よろしくお願いします。はい、それでは、あ、ごめんなさい、声が聞きにくいかと思いますけれども、ご容赦ください。はい、ただいま紹介ありました、基盤技術研究本部農業技術情報センターワグリ推進室の鶴です。よろしくお願いします。今日はですね、データと AI で日本の農家を応援しますというテーマでお話しさせてください。サブタイトルとしてワグリを知っていますかと。こういうサブタイトルがついているんですけれども、この話に関しては後半に出てきますので、お楽しみにしてください。まずそもそもですね、本日のテーマはデータと AI で日本の農業を応援しますとなっているんですけれども、そもそもどうして日本の農家の応援が必要なのかといったところからですね、お話ししたいと思います。今ここにグラフ出ておりますのはですね、令和元年の、先進国等、日本を含む先進国等の、食料自給率を表したグラフになっています。このグラフにあるようにですね、日本の食料自給率というのはですね、カロリーベースで 38%、生産額ベースでも63% となっておりまして、他の先進国に比べても低い状況です。
まあ、特に、まあ、カロリーベースというものはですね、まあ、人間が生きていくのに必要なエネルギーをに、まあ、カロリー換算して表したものになっていますので、これが低いということはですね、国内で、食べるものを十分生産できていなくて、輸入をどんどんしないといけないということを表しています。まあ、しかし皆さんも経験しましたように、まあ、遠いヨーロッパで、まあ、戦争が起こったりしますと、途端にですね、農作物の輸入が滞ったりします。特に、まあ、パンやパスタの原料となる小麦ですとか、豆腐や味噌の原料となります大豆というのは多くを輸入に頼っている状況でして、まあ、こちらの費用価格が上昇して、その他の物価も上昇したというのは記憶に新しいところではないかと思っています。ですので、この食料自給率を上げる必要があるというふうに言われています。で、食料自給率を上げるには、農産物や水産物といった食料をですね、まあ、たくさん国内で作れるようにする必要があります。それなのにですね、ところが農産物を作る人たち、すなわち農業従事者の数というのがですね、こちらのグラフにあるように、この15年間で4割も減っています。さらに、見ていただきたいのが、65歳以上の農業従事者の減り方に対してですね、65歳未満の農業従事者の減り方が大きいということです。つまり、新しく農業を始める若い人が減っているということだと思います。まあ、少子高齢化が大きな問題になっていますけれども、農業分野の少子高齢化の流れはですね、さらに厳しいと言えます。このように農業従事者が減っているのに、作るものを増やそうということを考えるとですね、まあ、効率的に農産物を栽培できないといけないということになってくるかと思います。まあ、効率的に栽培できるようにしないといけないというのは、もちろん政府も考えています。それが農業と先端技術を組み合わせたスマート農業です。日本の政府はですね、まあ、先端技術を利用して進化した未来社会の姿として、ソサイティ 5.0 というのを提唱していますが、農業分野でも、まあ、写真にあるような AI を使った自動運転のトラクターや、先ほど講義がありましたドローン、それから衛星データや IoT 機器などの、まあ、先端技術を用いたスマート農業によって、農業の分野でのソサイティ 5.0 の実現に向けた取り組みがなされています。そして、スマート農業はデータ、それから AI というのが不可欠なのです。まあ、いろいろなデータを集めて AI で分析することで、その分析結果を使って、まあ、いろんなサービスを受けて、まあ、経験が浅い人でもですね、ベテランのように農作業ができるようになっていくだろうと言われています。これまでは、まあ、人手で行う農作業というのはですね、長年の経験と勘によって行われていて、まあ、新しく農業を始めようとする人たちにはですね、いささか参入ハードルが高いというような感じだったんですけれども、まあ、このデータですね、例えば気象データから市況データ、それから労務管理データなどなど、データを集めて AI で分析して、その結果に基づいていろいろ判断をするということが、まあ、手軽にできるようになってくると、楽しく楽に儲かる農業ができるようになるというふうに私は信じています。
まあ、データや、まあ、AI が大事ということですけれども、それらがバラバラに存在しているとですね、これはまた使う方は非常に大変になります。まあ、農業の現場にはですね、まあ、作業計画の策定から耕して種をまいたり苗を植えたり生育を管理したり最後に収穫をするまでさまざまな作業フェーズがあります。でまたこの作業フェーズもですね、相互に関係していますので、データや AI を統合して相互に連携可能としたら使う方のも簡単だよねというふうなことを、まあ、誰かが考えたんですね。ということで、農業データ連携基盤ワグリというのが、まあ、誕生しました。ここで、ようやくワグリの登場です。これはいわゆるクラウドのようにインターネット上に AI やデータが保存されていて、それを複数の人で共有したりとか利用したりということができると考えればよいでしょうか。はい、その通りです。まあ、ワグリはですね、インターネット上の、まあ、クラウドサービスとして、提供しています。ですので複数の方がですね、このサービスを共有して利用することができるようになっています。ここでですね、ちょっと脇道にそれますけれども、ワグリという名前の由来をお話しします。ワグリの和はですね、さまざまなデータやサービスを連関させる輪っかの輪ですね。それからさまざまなコミュニティのさらなる調和を促す平和の輪となることで、まあ、農業アグリカルチャーですねの分野にイノベーションを引き起こすということを、まあ、期待された造語になります。まあ、非常に良い名前だと思っています。はい、ここからはですね、ワグリの中身を少し見ていきたいと思います。ワグリには、まあ、いろいろなデータや、まあ、AI があるというふうにお話ししましたけれども、今スライドに出ています部分はですね、基礎データ系に分類されているというもので、まあ、費用にありますような、まあ、肥料や農薬といったような情報、それから、まあ、地図、農地に関する情報、それから農業には、まあ、とても大切な、まあ、気象に関する情報でと、まあ、どんな値段で市場で取引されているかというのが分かる市況情報などがあって、まあ、よく利用されています。それから次に AI としてはどんなものがありますかということなんですけれども、予測判別系に今分類しているものがですね、こちらのスライドに表示されています。例えば、まあ、お米、小麦、大豆といった、まあ、主要穀物の生育予測であったり、キャベツ、レタスなどの、まあ、畑で取れる野菜の生育予測、それから、まあ、ビニールハウスで取れる野菜の生育予測のプログラムといったところがあります。また農業ではですね、病気と害虫を防ぐというのがとても大事なんですけれども、まあ、各都道府県で出している、まあ、そろそろ病気や虫が出そうですよという予測の情報ですとか、まあ、スマートフォンで病害や虫害の状態を取ってその画像を送ると、まあ、どんな病虫害でどんな農薬が効くのかを、まあ、教えてくれるようなプログラムがあります。またですね、まあ、化学肥料の利用を、まあ、減らすために有効なですね、土壌環境を、まあ、推定するプログラムであったり、まあ、農作物の、まあ、価格や出荷量を予測するようなプログラムがあって、まあ、絶賛売り出し中の状況です。まあ、こうしたですね、 AI を使ったプログラムは、まあ、今後もどんどん増やしていこうと考えています。次にこのワグリのデータや AI は、まあ、便利そうなんだけれども
どうやったら使えるのかなというあたりをお話ししたいと思います。まあ、和栗のデータや AI は、まあ、インターネットを使ってアプリケーションプログラミングインターフェース、略して API と呼ばれる、まあ、人間には扱いにくいけれどもプログラムからは非常に扱いやすい方法で使うことができます。つまり和栗を利用するにはですね、プログラムを書く必要があります。ですので、まあ、和栗をよく使ってくれるのは、まあ、プログラムを作って農家さんや農協、自治体などに、ね、対してですね、インターネットを介してサービスをするような、まあ、企業、団体さんが多くなります。まあ、今はですね、小学5年生から中学、高校までプログラムの、まあ、授業が必須になっているかと思いますので、学生さんたちには理解がしやすいのではないかというふうに思っています。鶴さん、この和栗にあるデータや AI を使って企業が作ったサービスを農家さんが使うということだと思うんですが、例えば農家さんが稲の栽培を手伝ってくれるサービスが欲しいと思ったときはどうすればよいんでしょうか。はい、まあ、そうした稲の栽培を手伝ってくれるサービスを欲しがっている農家さんがいた場合はですね、和栗には、まあ、その稲の栽培を支援するような API が複数ありまして、それらを使って、まあ、サービスを提供している、まあ、和栗の会員企業さんたちが複数いらっしゃいます。ですのでその会員企業さんが、まあ、提供しているサービスの中から自分に合うというふうな、まあ、サービスを探していただいて、そのサービスと、まあ、契約いただくという形になるかと思います。なるほど、ありがとうございます。ここからはですね、和栗を使って、まあ、どのようなサービスができるかというのを見ていきたいと思います。まずはじめに、まあ、圃場単位、要は、畑とか田んぼの単位ですね、での情報管理です。まあ、農業の働き手が、まあ、減少していく中でですね、あちらこちらに、まあ、散在する圃場を、まあ、手間をかけずに、まあ、管理するという必要が出てきています。まあ、どこに圃場があってそこで何を作っているのか、まあ、そこで作っているのが作物がどれくらいで売れそうなのか、まあ、天気予報はどうなのか、作業スケジュールはどうなっているのかというのをですね、まあ、こうした地図上で、まあ、一覧で、見るような、まあ、サービスインターフェースというのが、まあ、よくあります。まあ、イメージとしてはですね、こちらのスライドのような感じになります。まあ、地図の画面があって、そこに筆ポリゴンと呼ばれる農地区画の情報を貼り付けて圃場を示して、そこに土壌データも合わせて表示させたり、またその地点の天気予報とかですね、その畑で栽培している作物の視況情報をまとめて確認できるようになってたりします。こういったユーザーインターフェースを持つサービスが結構あります。次にですね、今ちょっと出ました視況情報の使い方です。まあ、農業もですね、儲からないとやっぱり後を継ぐ人、新たに農業を始めようという人はなかなか増えないかと思います。まあ、いつどこでどこの市場に出すかによってですね、売上も変わってきますから、この市況情報を利用して高く売るというのが非常に重要になってきます。こちらのですね、ファームチャットっていうスマホのアプリの動画になります。動いてる、ポインターを1回解除した方がいいかもしれません。ポインターを1回解除した、動いてるんですか。動画が右クリックでポインターを1回解除して、
失礼しました。はい、失礼しました。こちらのアプリではですね、ワグリの市況情報のデータを使ってですね、自分が登録した作目、市場での等級ごとの値付けといった市況情報ですとか、グラフを使った値動き、どこの産地からどれくらい入荷しているかといった情報をですね、簡単に確認できるような機能がついています。次にですね、気象情報の使い方です。農業は自然を相手にしていますので、お天気次第でさまざまな予定が変わってしまいます。ですので、天気予報を使って病害虫の発生を予測したり、農薬をまく予定を立てたり、天気や気温の推移によって生育の予測をしたり、作業計画を立てたりと、さまざまなシーンで気象情報が役に立ちます。こちらはですね、 NEC の営農支援、営農指導支援システムの一部機能をになっています。この例ではですね、補助を選択して、過去の気象情報と1週間先までの天気予測情報を、カレンダー形式とかで確認できますし、これによって病気が発生するなどの予測を立てやすくなります。また生育に大事な日々の気温や積算気温といったものをグラフで表示して、いろいろな営農判断に使うことができるようになっていったりします。最後にですね、病害虫画像診断を行う AI の利用です。新しく農業を始める人のように経験が少なくですね、見ただけでは病害や虫害の判断ができないといったような場合ですね、スマホなどでおかしいと思われる箇所の写真を撮って、それを送信することで、どのような病害虫であるかが分かって、対策案も教えてくれるような病害虫画像診断というのが役に立ちます。こちらはですね、その病害虫画像診断関連の API を使用したデモプログラムの動画です。最初に変異があった箇所を撮影した写真を選択して、次に虫害だろうと思われるような箇所をですね選択して、それから画像診断 API を呼び出します。今回の場合は虫害で玉ねぎとものになります。ここでですね、診断結果がネギアザミウマ 100% ということで返ってきました。じゃあそのネギアザミウマというのはどういった虫害であるかというのをですね、小図鑑 API を呼び出して、確認することができます。最後にネギアザミウマに効く農薬の一覧をですね、農薬情報提供 API によって、確認するということができるようになっています。はい、さて、いかがでしたでしょうか。バグリが何であるかというのは分かっていただけましたでしょうか。バグリにはですね、農研機構だけではなく、民間の企業、団体、観光庁、自治体からもですね、データや AI が有償、無償で提供されています。今後も農業に役立つデータや AI ですね、どんどん提供できるように運営していきますので、日本の農業を応援してください。どうもありがとうございました。はい、鶴さんありがとうございます。早速和栗にアクセスしてくださった方もいるようですね。
ありがとうございます。ちょっと質問が来ていまして、この API って誰でも利用できるんですかということなんですが、例えば学生とかでも利用できたりとかするんでしょうか。ですね、残念ながら、API を契約できるのは現在法人がメインになっています。ただ学生さんに関してはですね、今年の6月からアカデミア割引という、アカデミア会員制度というのを開始しまして、学部や学科の単位で契約していただけるようになりました。月額、8000円という価格なんですけれども、学校のカリクラムでバグリを利用いただくということになると、これがまた月額4000円で利用できるという形になっています。じゃあ研究とかで使ってもいいかもしれませんね。はい、ちょっとまだまだ聞きたいんですが、ちょっと時間が迫っていますので、そろそろ次のお話に移ろうかと思います。鶴さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは最後に、変わりゆくアスパラガスの栽培技術について、野菜科学研究部門の柳井さんにお話しいただきます。今私がいる食と農の科学館のすぐ向かいにもアスパラガスのハウスがありまして、ちょうど今、大きく成長しているところです。アスパラガスがどのように栽培されているのか、そもそも普段食べている部分以外はどのような形をしているのか知らないという方も多いかと思います。このお話の中で紹介がありますので、楽しみにしていてください。それでは柳井さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。野菜科学研究部門の柳井と申します。今小林さんにご紹介いただきましたように、この食と農の科学館を背景にして、こうアスパラガスが移るようなロケーションで栽培試験を今私行っております。で、本日は私が今このイノベーション創出強化研究推進事業なるもので行っておりますアスパラガスの栽培技術に関する研究の背景と展望についてご紹介したく思います。皆様多分店頭でこのように束になって売られているアスパラガスであったり、空港やカタログショッピングで贈答用で売られているアスパラガス箱のものを見たことがあると思うんですけれども、畑で植わっている状態というのはなかなか見たことがないかと思うんですね。実際私も就職するまで見たことがなかったです。ということで、ちょっと基本的なこと特徴をご覧いただけたらと思いますので、動画をご視聴ください。さあみんな、この野菜を知っているかな？そう、アスパラガス。みんなのお家でもいろんな料理で食べたことがあるよね。これからアスパラガスについて一緒に学んでいこう。では一つ目のクイズ。アスパラガスには何色があるでしょうか？答えはこの3色。アスパラガスにはグリーンと紫、ホワイトの3色がお店で売られているね。だけど実はホワイトのアスパラガスはグリーンや紫のアスパラガスから作っているんだ。こんな風に光を遮って真っ暗な環境を作ると出てきた芽は真っ白になるんだよ。では2つ目のクイズ。アスパラガスは多年生といって、秋に枯れても春にはまた芽が出てきて収穫できる野菜なんだけど、一度植えたら何年以上収穫ができるでしょうか？今回は3択。1、3年。2、5年。3、10年。答えは3の10年。アスパラガスは春になる前に種をまくんだよ。そして芽が出て苗まで育ててから春に畑に植えるんだ。夏から秋にかけて大きく育つんだよ。そして秋に一度枯れるんだけど、また春に芽が出てくるんだ。春芽を何本か残してまた大きく茂らせて秋に枯れていくんだよ。冬は収穫できないけど、病気がなければ10年以上、春から秋までこのサイクルの繰り返しで栽培ができるんだ。北海道には実際に30年以上も栽培してきた畑があるんだよ。どうだったかな？面白かったかな？今度八百屋さんやスーパーに行った時にグリーンや紫、ホワイトの色のアスパラガスを探してみよう。はい、いかがでしたでしょうか？少しだけ解説させていただきますと、色の問題は紫とグリーンのアスパラガスというのは全く別物として存在しているんですけれども、ホワイトアスパラガスというのは栽培の方法で作られるものという違いがあるということです。
そして、何年以上収穫できるかの問題というのは、アスパラガスが、収穫が終わったら種まきをする他の野菜とちょっと違うと。で、30年とか植わっているところもあるというのが、いいところでもあるんですけど、失敗したなと思った時にやり直すのがちょっと大変なので、計画的に作らなければいけない品目だということが、お伝えしたかったことになります。さてですね、今回テーマにある栽培技術が変化するという話ですけども、変化といった時、まず元の状態が何かしらあるわけですね。それが例えば地球温暖化のような大きな外圧があって、もう仕方ない、変わらざるを得ないという場合と、何かこう人の目的や意図があって変えていくという、大きく2つ場合があると思っています。でこの前者でありましたらば、適応と言われますけれども、この前の状態より、良くなるとは限らない、もう仕方なくなるケースが多いかと。その一方でこの後者の方、進展でありましたらば、前の状態より良くなることを期待して動いているということになりますね。つまり、変化が起きたといったときには、どちらの意味で起こったのかというのが、見極めるべき大事なポイントであるというふうにまず一つ言わせていただきます。そしてまた変化を知るというからには、初めの状態を知るということが大事ですね。でその次に起こった状態というのが、誰にとって何にとって良くなったかということが、整理するポイントになろうかと言えます。でその時の観点としていくつか列挙しておりますけれども、いろいろあるわけですね。でここで、そのどれか一つにとってだけいい状態っていうのは、やっぱりなんかこう気持ちが良くなくてですね、いくつか複数の条件、関わる人であったり地球環境であるとか、できるだけ多くのことにとって良い状態っていうのが、今風で言えば持続可能性が高いであるとか、サステイナブルだというような表現をなさります。でここでですね、じゃあ日本のアスパラガスの栽培の始まりって何かって言いますと、もうずっとここに写真で出ておりますホワイトアスパラガスになるんです。ただ今ここに写っているのは、いわゆる生のアスパラガスになりますけれども、当時作られ始めた頃というのは、ホワイトアスパラガスの缶詰だったというふうに聞いております。そのホワイトアスパラガスって味とか食感がとっても独特ですので、日本ではちょっと馴染みないかもしれないんですけれども、昔も今もドイツやオランダでは非常に多く食べられているという品目でして、当時はこのヨーロッパへ輸出するために作られていたと言われています。で、その当時、社会的な変化がいろいろありまして、台湾や中国からより安いホワイトアスパラガスの缶詰が供給されるようなことになって、日本では実質、ちょっと負けてしまったと。でその後、考えがあって、緑黄色野菜として新しく出発したと。このホワイトからグリーンにすることで国内での認知を得たということが、大体1970年代のことだというふうに言われています。で当時、ホワイトアスパラガスは北海道で作られて輸出されていたわけですけれども、グリーンアスパラガスになった時点で北海道から九州まで日本全国で栽培されるようになったということです。で次に、先ほど そのアスパラガスの栽培の変化について、買う人と売る人がいるという立場の関係から考えてみたいと。そして売る人、買う人との間に、私たちのような、研究する人がいるという観点から少し様子を見てみたいと思います。基本的にですね、アスパラガスに限った話ではなくて、買う人というのはできるだけ安く、で売る人はできるだけ高くという、この相反する思いを同時に満たすことが必要になって、で野菜に関して言いますと、この栽培を良くするということが、この同時に思いを満たすことにつながるというふうに言えます。でアスパラガスに関して言いますと、買う人はもちろんですね、美味しさや見た目が綺麗であるということ、また安全性や安心も満たされた中でできるだけ安いものを求めるわけですけども、圃場ではいろんなものがついてきてしまうわけですね。で売る人はそういった気持ちやニーズを理解した上で、新鮮であれば多少見た目に問題があってもよろしいでしょうかとかですね、どこの産地で作られたものであれば信頼してもらえるでしょうかとかいう、説得なり説明をするわけですね。でその中で合意が得られれば、売る人の目的である、収穫したものを漏れなく売ると、できるだけ多く売るということが果たされるわけです。ちなみにですね、この下の写真は私が収穫調査をしている時の写真、ものでし様子でして、右側にまとまっていますのが25センチメーターに切り揃えた、市販のアスパラガスと似たような状態に 近づけたものでして、でじゃあこの左側何かって言いますと、畑から取ってきた時には
25センチより長くて、まあ、いらないものという形でこう切り落とされた部分であったり、店頭に並ぶにはちょっと細すぎたんじゃないかなというものをこうより分けております。でこの25センチで切るっていう作業はアスパラガスを運ぶ人に対する、まあ、配慮であって、植物であるアスパラガスにとっては実はどっちでもいいことなんですね。ですのでこの穂先とこの下の部分って本質的には変わらないんです。でそれなのにですね、この買ってきたアスパラガスも家に入るとさらにこの下の部分切られて、それから食べられていると思うんです。でこの切り落とした部分っていうのは別に有毒なものがあるわけではないので何とでも食べられるわけですけれども、まあ硬くて食感が良くないから、まあ、捨てられているというのが実態かと思います。あ、すいません。ただまあ量的にそれなりに出てきますので、まあ、これ自体を、まあ、売ろうという人がいるぐらいですね。例えば餌として使ったり、お茶にする、出汁にするというような使い方をして売ろうとしている人もいます。まあ、このようにして、まあ、アスパラガスを、まあ、栽培している人にとっては、まあ、圃場から収穫しても、まあ、全てを売れるわけではありませんので、まあ、売れるものに関してはできるだけしっかり売っていきたいと。ただ、まあ、やっぱり買ってくれる相手があることですので何でも説得できるわけではないといった、まあ、ちょっと苦しさがあるわけですね。そうすると、では、作る人は何をするかといいますと、何かできないかというと、そのアスパラガスの買う人の要求を満たしつつ、一本一本のアスパラガスをより快適に安心して収穫できる方法を、まあ、追求していくというのが一つやり方ではなかろうかというところで、栽培研究を担当している私たちが今、貢献しようとしていることになります。では、栽培の現場をご覧いただきたく思います。こちらは西日本でメジャーとなっているアスパラガスのハウス栽培の様子になります。こちら、まあ、水田の向こうにこうポツンとハウスが並んでいるのがご覧いただけると思うんですけど、このハウスの中に入りますと足元を見ても株元を見上げても、まあ、茎と葉でびっしりっていうような状況になっています。まあ、小さな森みたいな感じになりますね。でこういったビニールハウスの中に、まあ、春から秋まで、まあ、2月から10月ぐらいですね、ずっと毎日入って、まあ、このように人が膝をついて手を伸ばして潜り込むようにして一本一本のアスパラガスの収穫というのがなされています。でハウス1棟で50メーターとかありますので、まあ、歩幅前進50メーター何往復もっていう結構大変なことをしているというのが実際です。で、まあ、今もこの時期もアスパラガス店頭に並んでいると思うんですけれども、まあ、要するにこの気温の高い夏でも、まあ、アスパラガス取って売ってるわけですね。でアスパラガスって、まあ、温度が高いほど伸びるのが早くなりますので、まあ、伸びすぎて売れなくなってしまうと困るからということで、朝と夕方の1日2回収穫作業が必要になるということも実際あります。でこの蒸し暑いハウスに1日2回入るっていうのもなかなかきついところでございますけども、まあ、この時期に私たちが買っているアスパラガスというのはこうやって収穫されているんだというのを知っていただけたらと思います。で、まあ、このように先ほどのご覧いただいたような格好で地域によってはもうハウス栽培が普通のことになっているんですけれども、じゃあ昔作られたアスパラガスって別にそういうわけじゃないんですね。例えばまあこのように、これ私の試験圃場ですけれども、ビニールハウスみたいな屋根がない状態で栽培していて、まあ、かえってこういうハウス圃場を見せると、ハウスじゃないアスパラガス初めて見ましたみたいにこう喜んでくれる人がいたりですね、ちょっと不思議な感じがちょっとしたりします。で、まあ、北海道で始まった頃はこのように露地状態で栽培されていて、今でも多分ですね、9月この時期であれば北海道に行けば、旅行で行けばアスパラガスの畑っていうんでこうもさもさ茂っているところを見ることができると思います。でまあ、この露地、こういう畑状態での栽培を露地栽培というんですけれども、こういった露地栽培では春芽を収穫してあとは放置してこう森にするというような管理が取られておりましたので、まあ、そういったことから昔の、まあ、アスパラガスといえば春の食べ物というイメージが広がったのではないかなと考えられます。でここでまあこの春にとっておしまいということになりますので、春の収穫物だけでそれなりの収益を得るためには広い面積で栽培をする必要があったと、まあ、そんな背景から、北海道、長野県、福島県というのが主たるアスパラガスの産地だったという歴史があります。で、まあ、それ以外の地域でも作られていたわけですけれども、まあ、全国にグリーンアスパラガスの栽培が広がった後に西日本でみるみる枯れていくという病気が問題となりました。
で、まあ、このことをきっかけに先ほどご覧いただいたビニールハウスを傘のように使う栽培方法が広まっていきました。でその病気っていうのが、まあ、読んで字のごとく茎枯れ病と呼びます。結構甚大な病気でして、で、まあ、これに対策技術としてのビニールハウスでの栽培、これがまあ1990年代から広まっていったものというふうに言われています。で想像できると思うんですけれども、まあ、ビニールハウスを建てるっていうのはそれなりにお金がかかることですので、あまり大きくは建てられないと。ですので小さく建ててしっかり収益を稼ぐ必要があるということで、春だけの収穫でおしまいにするのではなく、夏も秋も収穫するという栽培方法が一般的になってきました。で現在では佐賀県、長崎県、福岡県や熊本県などの九州が大きな産地となって、先ほどご覧いただいたようなハウスの中での収穫作業というのが日常風景となってきています。ただまあ日常といってもですね、やっぱりきついはきついんです、暑いんです、とっても。で、まあ、ここの正直な気持ちに応えて進化を遂げたのが香川県だというふうに私は思っております。こちらは香川県のさぬきの目覚めというオリジナル品種の専用栽培方法として確立されたもので、まあ、若干、まあ、そういった経緯でできていて、まあ、2005年頃の出来事というふうに聞いています。でこちらはその、まあ、植わっていたアスパラガスに土を持って見かけ上畝を高くしているというわけではなくて、本当にですね、畝の上にこう土を高く持って、その高く持った畝の上にアスパラガスを新しく植えてやると。それで、すいませんね、ずっと見えてなかったですね。でこうやって高くして、で栽培することで、翌年以降ですね、こうやって大人の膝の高さより高いところで収穫物が得られるようになるということで、まあ、収穫作業が楽になるということが、まあ、一つ見てわかる大きなポイントになっています。でせっかくですので、まあ、収穫作業の様子をちょっと動画でご覧いただきたいと思います。これ自体、まあ、ハウス栽培ではないんですけれども、従来の、まあ、アスパラガス圃場ではこのように何度もしゃがんで立って繰り返して収穫しているというのがお分かりいただけるかと思います。で一方、その枠板式高畝栽培でしたらば、まあ、このように一度もしゃがまないでずっと立ったまま作業を終えることができます。まあ、こういったことから香川県の中では、そのさぬきの目覚めという品種を導入するのと同時に、まあ、この高畝栽培というのが広まっていったというふうに聞いています。でこの高畝栽培そのものがなかなか優秀だと私、まあ、優秀だというか素晴らしいなと思ってしまったもので、これを2018年頃だったかね、東京都内で開催されたある研究会で発表しましたところ、日本のアスパラガス栽培って別にこれが普通なんじゃないですかみたいに質問してくれた人がいました。で多分それは香川県出身の人だったんですね。で今の香川県では普通なんですけれども、じゃあ今日本でこれが普通ですかっていうと、全くそんなことはありません。ごくごく一部で参考にしてやっている人がいるだけで、日本の標準とはまだ程遠いというのが現状でございます。これからのことだと思っています。まあ、そういったことで、まあ、私は今2020年度から5年間のプロジェクト研究を実施しておりまして、この香川県の枠板式高畝栽培システム、これに新たな他の技術を追加していくことで、アスパラガスの新しい栽培方法として日本各地に展開しようと考えております。その中でこの高畝栽培専用の自動収穫ロボットの開発というのも行っているんですけども、もう少し地道なことも含めてですね、また各地の状況を反映して全国一道9県でアスパラガスの枠板式高畝栽培を開始することといたしました。まあ、この中でいくつかご紹介させていただきますと、まあ、秋田県ですね、こちら定年退職された後に就農された個人の方なんですけれども、アスパラガス栽培初めて未経験という方がこの枠板式高畝栽培、香川県のものをきれいに再現したハウスを作るお持ちになられて、今はハウス3棟合計約10アールで日々収穫を送られているという状況にあります。また、静岡県のこのベルファーム、もしくはこの、熊本県の果実堂テクノロジーという会社では、まあ、それぞれが日本最大級のアスパラガス生産拠点とならん勢いで、枠板式高畝栽培を始められています。でこのほか、県道の試験場で、まあ、例えば北海道では2箇所、2乗所、県では、長野、香川、広島、長崎の県の試験場で、そして農研機構では茨城県と福岡県でこの高畝栽培での試験を行っております。
この香川県の和久板式高根栽培システムを見に行くにはちょっと遠いなと思っておられる方には近場でご覧いただけたらと思いますし、いつか本場ものをご覧いただけたらいいなと思います。そして香川県に行かれることがありましたら、この和久板式高根栽培が生まれるきっかけとなったさぬきの目覚めもぜひ召し上がっていただけたらと思います。で、実を言うとですね、このアスパラガスが品種の名前で商品になっているっていうのは非常に先進的なことでして、これもちょっと心に留めておいていただけたらなと思います。で、さらに正直ベースで申し上げますと、私がこの和久板式高根栽培の意義を見出したきっかけっていうのが、このアスパラガスの膨大な根、これの健全さを高め維持するための技術として、いいなと思ったということがあります。根が水浸しにならないように圃場の水はけを良くする技術として、暗渠といって溝を掘るという方法もあるんですけど、これだけ根っこが張ってしまうと根を傷つけてしまうので掘れないんですね。そんなことで何かいい方法はないかなと思ったときに、この高く畝を作るという方法を、考案するだけでなくて実践している地域があったというのが私にとって非常に衝撃的でした。そしてこの試験を開始したわけですけれども、これを見に来てくださる多くの方々は、別にその根の健全性を保つとかそういった観点ではなくですね、やはりその労働生産性が変わる、向上するという、そういう技術として和久板式高根栽培いいねと言ってくださるケースが非常に多いです。そうであればですね、この高根栽培というのはアスパラガスの健全な生育と労働生産性の向上を両立させる技術だというふうに言えると思います。そういったことを受けまして、私たちはその現状のですね、アスパラガスの収穫物をたくさん得ることを優先して、その暑さとか苦しい作業姿勢を我慢するような現状をちょっと変えていきたいと、明日も来年も続けていきたいと思えるようなアスパラガス生産に変えていきたいということをミッションに研究を取り組んでおります。で、この和久板式高根栽培の省力性と安定性が香川県内限定のことではないんだと、他の地域でも応用できるんだということを、研究成果として近々発信していきたいと思っておりますので、どうかご期待いただけたらと思います。で、農研機構のホームページにこの取り組みを紹介しておりまして、目標収量として 10R 当たり3トンというのを掲げております。で、これは言い換えますと 3.3R サイズのハウスであれば、この目標収量を達成すると年間の売上が100万円になるということになります、意味します。で、これを高いと見るか安いと見るかで導入しようと思うかというのは皆様のご判断を仰ぐところですので、ご参考にしていただけたらと思います。以上、駆け足かつ、ちょっとバツバツとした格好になりますけれども、日本でのアスパラガス栽培の移り変わりをご覧いただきました。北海道で、ホワイト栽培で露地栽培で始まって、グリーンになってから全国に広がったと。で、グリーンになった後、西日本で病気の問題があって適応の結果として春夏秋にわたる収穫を行う長期取りというのが確立しました。で、その際に香川県では一歩進展があって、人手による一本一本の収穫するという形は変わっていないんですけれども、圃場の形、平畝から高畝へと変わることで人の体と心に余裕を与えることができるようになっているということをご覧いただいたと思っています。で、この香川県での取り組みは、栽培に関わる人の労働環境の改善というのが食べる人にもメリットを生む、ウィンウィンの関係を構築することを可能とするという、いい事例であるというふうに私は思いまして、日本全国の皆様にも参考になる出来事であったということでご紹介させていただきました。で、詳しくはこの和久板式高根栽培を生んださぬきの目覚めをインターネットで検索して調べていただけたらよく分かるようになるかなと思っております。以上で発表をおしまいいたします。はい、ありがとうございます。この栽培方法は立ったままで収穫ができて本当に楽そうですね。これから全国に広まるといいと思います。ちょっとたくさん質問とかコメントが来ているんですが、一部コメントをご紹介しますと、これはイチゴではこれが普通だよねっていうことなんですが、そうなんでしょうか？そうなんです。イチゴだとですね、もう土を使わないで培地でこう高く上げるっていうことをやっておられます。イチゴ狩りに行った時に高いのがまさにそのそういうことです。高い高畝栽培に当たると、そうそう、本当にもう腰というか目線で取れますよね。あれもイチゴだと植物体が小さいから上げるっていうことが、すんなりできたのかなというふうに想像しますね。で、アスパラガスはでかいので、なかなかそういうふうに思った人はいなかったんだけども、こうやってるケースがあると。なるほど。確かに根もすごく50センチ以上の立派な根が入るということで、そうなんです。アスパラガスにとってもいいし、収穫する人にとっても良いという形になったということですね。はい、はい、ありがとうございます。
すごく理にかなってますねなんてコメントも来ています。ああすごいですねちょっとまだまだ紹介したいんですが少しお時間過ぎてますのでこれであの研究者による特別講座のコーナーを終わりにしたいと思います。柳井さんありがとうございました。ありがとうございました。